とピントが外れるんですよ。ジャン君、ジャン君はバッチリピント。おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。頭突き。ジャン君、ポンちゃん、頭突き。安いのかな。はい。可愛いポンちゃん。ポンちゃん可愛いじゃん。やっかりポンちゃん可愛いじゃん。なんかマックを暗くしたりつけたりしてるけどポンちゃん。ポンちゃんの技なの。すごいね。さあ、朝が来ました。はい、それではご飯を食べに行ってこようかしら。ご飯も順番に行っています。すべ、はい、てジャン君の膀胱炎が治ればと思ってやっておりますが、本当にこの方向で正しいのでしょうか。ジャン君が寂し泣きをしなければ膀胱炎が治るというのは都市伝説でしょうか。おお、ジャン君、ああどうした。いっぱい乗せてたのにジャン君。はいはい、ジャン君。はいはい。みんなジャン君が遊んでもらって。ジャン君。ポンちゃん。おお。糸が外れる。おトイレ入っておたけびポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。糸が合わないポンちゃん。なんでポンちゃんが入ってるとピントがぐにゃぐにゃ変わっちゃうのかな。面積的、あ、中央にいるからか。じゃあ端っこに寄せとか。ポンちゃんいつも端っこにするから、これから。ポンちゃん。私端っこなの？だって真ん中だとピントが外れるんですよ。ジャン君。ジャン君はバッチリピントが合うね。得な柄だね。きっとピントが合わないのは黒猫ちゃんだけだと思うよ。うん、白はどうなのかね。白か。濃淡がないという意味では、あ、でもそうか。暗いって判断しちゃうんだよね。うん、パオリンの時はどうだった？わかんないな。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん可愛い。うん、可愛いね。ポンちゃんを画面の端にして、顔にピントが合うように、あ、ダメだ。顔にピントが合うように指示を出すと、やっぱりピントが外れていく。でもスマホではピント合うよ、ポンちゃん。なんだろう、やっぱりなんか設定をポンちゃん専用のピント合わせる設定しないとな。いいのね。ポンちゃん、そんなことになってます。スマホだと大丈夫なのよって。